そこは累進課税にして、そこから税収をいただいて、このお金をもってして子どもたちの学びのために、不安定雇用の皆さんのために、あるいは人生の先輩方のギリギリの生活をしている人のために、それを回すのが私たちの分配から成長という経済政策です。ぜひご支援をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。岸田さんがやらないっていうんだったら私たちがやりますよ。もう一つ、令和版所得倍増計画、所信表明演説からなくなりました。自民党の政権公約からも削除されました。大丈夫ですか、この総理。総理が選挙で言ったことがガンガンなくなっててるじゃないですか。宏池会を作った池田勇人さんに失礼じゃないですか。改めて、ブレる政治家、ブレない政治家、総選挙の後に先送りをする政治家、総選挙で問わせてもらいたいと、議論から逃げない私たちか。これからの時代は多様性です。これまでの女性は結婚したら9割が大好きな旦那さんのせいになってた、それが普通だったから。でも今時代は変わった。国際化をして、世界もそうだ。結婚したら夫婦別姓選べることができる。慣れ親しんで大好きな両親の名前を選ぶのか、結婚した人の名前を選ぶのか、仕事をするときに名前を変えることが不便になる。銀行口座も保険もパスポートも運転免許証も毎回変えるという煩わしさから解放してあげましょうよ。次の世代が自由に生きたいというなら、選択できる、選べる、その自由を渡しすることが何の不都合があるんですか。家族が壊れる、そんなことで壊れるんだったら家族じゃないでしょう。しかも予算いらないんです。法律改正すればいいんです。一つだけ言っておきます。野田聖子さんと岸田文雄さんは選択的夫婦別姓を進める議員連盟の発起人です。岸田さん、総理になった瞬間に国民の間でまだ議論がある。これもブレました。いろんな考え方があって、みんなが同調圧力を感じないで自由に生きられる、ルールの中で自由に生きられる、そのルールを時代に合わせて整備をする、当たり前の政治じゃないですか。私たちは皆さんに問わせていただきたい。多様性を残していく政治なのか、これまでと同じ変わらない政治なのか。今回はブレた岸田総理のおかげで本当に争点が分かりやすくなりました。どうか皆さん、坂本雄之助さん、なぜ国会に必要なのか。国会議員でこれまでの経験があるのはもちろんなんですが、東松山市長を長く務めてこられた。今国に欲しい政策は国では届かない、都道府県では届かない、大野さん頑張ってるけれどもそれでも届かない、自治体の首長だから分かる、生活者に最も近い、コロナ禍の不安不満求められている政策、それを国に届ける役割こそが坂本雄之助さんにしかできないと私は改めて思っております。どうか立憲民主党、岸田さんでは変わらなかった、変えられなかった自民党、その自民党を相手に堂々と皆さん方が変えていただきたいと思います。変えようじゃないですか。国会の景色を変えていただきたい。私たちに議論する場所をください。与野党が拮抗すれば国会に緊張感が生まれる。蓮舫に、坂本雄之助さんに仕事をする場所をください。改めて景色を変えてくださるのは皆様方です。どうか埼玉10区坂本雄之助、坂本雄之助、何度でも言いたい坂本雄之助、どうか勝たせていただきたいということをお願いを申し上げ、蓮舫からのお伝えに返させていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。国民のためにこれからも戦い続ける蓮舫参議院議員からの熱い熱いお訴えでございました。皆様ありがとうございました。支え合う日本へ真っ当な政治を取り戻す、そのためにはあなたの力が必要です。
これをもちまして立憲民主党街頭演説会閉会とさせていただきます。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。